丈夫？始まるよ。ハッピーパラダイス、略してハピパラ、ワクワクドキドキイエーイ、始まります。はい、皆様本日のゲストですよ、浦山明日香くんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますとおっしゃる。はいね、ここなんだろうなと思うでしょう。トロフィーですよ、トロフィー。またね、そこの辺は詳しく聞きたいと思うんですが、まず自己紹介お願いします。はい、中学2年生の浦山明日香と言います。よろしくお願いします。中学2年生ですよ、ね、お願いします。わ、こんなお姉さんからよろしくお願いします。中学生、はい。でもね、ご活躍ですよね。私もね、テレビでね、あの拝見したりとか、イベントで歌聞かせていただいたりしました。本当ですか。はい、でね、歌って言ったんですが、あの今何をなさってます？自分は、うん、まあ、今あの、うん、路上ライブとか、路上ライブを、はい、あの浜松市中心にしながら、うん、まあ、将来あの武道館で立って歌えるような歌手を目指して今、はい、一生懸命活動しています。すごいですね。中学2年生でこういう夢というか目的、目標があるって素晴らしいですよね。これっていつ頃からそういうことを思い始めたんですか？うん、自分はもともと、そうですね、うん、もう本当 2,3 歳の頃からずっとあのカラオケに家族と行ったりして、あ、ずっとマイクはもうその時からもずっと話さず持ってたんで、うんうんうん、で本格的に始めたいなと思ったのが小学4年生の頃で、はい、小学4年生の頃に、うん、あの YouTube で路上ライブをやってる人の動画を見て、はい、もう自分もそのやっぱ将来の夢が小さい頃から歌手だったので、うん、やってみたいなと思って路上ライブを始めたっていうのが、その音楽の活動を始めたのがきっかけです。はい、路上ライブってその YouTube 見た時は大人ですか、その子供が歌ってる YouTube 見た、それとも大人がやってるのを見たんですか？大人がやってるのは最初見たんです。あ、はい、それでもあの子供ながらに自分もそこにやりたいって思ったんですね。そうですね。それってでもやりたいってやっぱ最初にね、誰に伝えました？お母さんに最初は伝えさせていただきました。はい、どういう答えが返ってきました？もうそういうことならっていう感じで、最初はあのすごい、うん、あの協力的に、おで誕生日の時にいろいろ機材とかを買ってくれて、もうそこからもう月きりでお母さんは二人三脚でずっと、すごいね、本当の第一のファンというかサポートしてくださってるって感じ、ね、感謝ですよね。へえ、いや、大変と、お母さんご家族も応援してくれてるって、もう小さい時のその夢を、あすか君の夢をしょの応援してくれてるってすごい恵まれてる。そうですね。って思います、自分でも思います。もう恵まれすぎてると思います、うん、恵まれすぎてる、幸せ、幸せです。幸せだよね。そのね、路上って浜松っておっしゃったじゃないですか。いつ頃から浜松はやってるんですか？もう浜松はもう一番最初からずっと同じところで、小学4年生の頃から。小学4年生。そうですか。なかなか路上パフォーマンス見ることあるけど、小学4年生ぐらいの子が歌うって珍しくないですか？そうですね、なかなかやっぱ、うん、YouTube とかでも路上ライブって検索しても子供がやってるのはあまり見なくて、うん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 、やっぱ大人の方がやってるっていうイメージなんで、はい、まあ、不自然というかちょっと違和感みたいのがあると思います。あ、その時のね、名前は何で出てます？最初は浦山明日香っていう、もう本名で漢字でやってたんですけど、うんうん、はい、最近はもう明日香っていうローマ字で、ローマ字の少しあの芸名っぽくして活動しています、うんうんうん、あ、じゃあこれからはローマ字の明日香くんになるねのかな？とまだ今そうアスカにしてるんですけど、うん、ローマ字で、これからちょっとまだわからない、これからまだまだ先は長いもんね。え、歌のね、こうレッスンみたいのはしてたりしてたかな？そうですね、来年から、うん、そうですね、東京の方にあの毎月行ってレッスンをさせてもらいます。あ、じゃあもっともうね、あの皆さんがね、私もよく耳にするんだけど、素晴らしいと、大人応援したいっていうね方も聞いてるんですよ。
ファンがいるんですよね、もうね、はい、でそれをまさに、ま、あのさらにこう磨きをかけてっていうところですよね、うん、でずっと今気になってんだけど、これこのね症状とか認定書とかこれ何なんですか？これはそうですね、うん、多分もっと賞自体はあると思うんですけど、うんうん、最近自分が取った賞の賞状とトロフィーです、うんうん、はい、これは何何の時の賞状ですか？これは、うん、静岡県教育委員会教育長賞っていうのを、おーおーおー、一度大会で取った賞です。静岡県ですよね、はい、県ですごいじゃないですか、教育長賞、静岡県大衆音楽祭、そういうのがあるんだね。でも多分大人が多いんじゃないの、こういうのも。もう子供はこの時の大会一人もいなくて、自分しかいなくて、それで取ってきちゃうのね。よくね、この成功してる演歌の方とかもね、こう小さい頃からこういうところに出て、うん、そうなめして人とかってね、歌手になってプロになって活躍してる方いますよね、うん、この認定書って何ですか？認定書ってこれは日本大衆音楽祭の、あの、うん、日本大衆音楽祭の決勝に、あの、出れますよっていう認定書です。え、これから、これは、あ、全国大会です。全国大会に出れる切符というか認定書です。これはこれからなの？認定もう終わって、あ、そうなんだ、お疲れ様でした。全国でね、そういう機会が得れるってすごいね、いいよね。で、度胸はあるって感じ？そうですね。ドキドキしない？もう本当小学4年生の頃からやってるっていうのもあって、うんうんうん、やっぱ離れはしてる、をしてるっていうのはよくもう周りから言われてて、全く緊張はしない。程よい緊張とかって、そんなに程よい緊張みたいな、程よい緊張、まあ、テレビとかってなるとちょっと緊張はしたりするんですけど、うんうんうん、私テレビで見ましたよ。本当ですか？はい、もうあの時は本当にもう手が震えるほど緊張して、あれどう、あそこは同年代の子たちが出てましたね。はい、何の番組出てたんだっけ？テレビ東京のカラオケバトルという、あ、そうそうそう、テレビに、ね、全国にはね、そういう子を目指してる子が、この辺では飛鳥くんね、あまり周りにはいないかもしれないけど、全国となるといろんな子がいて刺激になったんじゃないんですか？そうですね、もういろいろと刺激になりましたし、勉強にもなりました、うん、それを自分の中に落とし込めて生かすって感じですか、ね、はい、そうです。そうだよね。じゃあ今なんか一番やっぱりこの興味のあるって好きなことっていうのはやっぱり歌うこと？そうですね、もう歌うことです。はい、それをご家族とか周りの方もサポートしてくれて応援してくれてる？そうですね、もうみんな。あ、お友達なんかなんて言ってます？友達はもう本当テレビとか見た時に、うん、もうメッセージがバーって見たよとか、うん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 、もう嬉しいメッセージ届いたりとか、うん、まあ応援はすごくしてくれてます、うん、え、友達とカラオケ行ったりするんですか？たまに、そうですね、遊びみたいな感じで友達と行く時あるんですけど、まあ大体は家族か、うんうん、親と二人で練習しに行ったりするっていうのが大半です。いや、あのお母様とかね、一緒に行かれると言ったけど、お母さんも上手なんだよ。じゃあ、そうなんですよ、お母さんも、 お母さんお母さんが昔、うん、あの歌手を目指してたらしくて、そういう環境だとね、さらにお母さんね、バックアップするよね、うん、応援するよね、うんうん、一緒にいいじゃない、親子でデュオとか。いいですね、うん、うんうんうん考えといて、違うか、まあ、はい、すごいいいと思います。いいと思いますね、うん、はい、じゃあ近々のこういうね、飛鳥君の歌が聴けるっていうところはどんなところあります？年内どっかで歌ったりします？年内はないですね。あ、じゃあ新年からかな、来年。そうですね、来年の、うん、6月6日に、6日にあの、うん、浜松にあるあのホテルシャローム浜松市ですね、はいはい、観覧無料、観覧無料ですよ、はい、今路上は寒いもんね。そうですね、もうこの前、もう本当に先週の日曜日やったんですけど、はい、もう本当寒すぎて、うん、もう声が震えちゃって、はい、もう1時間弱でもやめちゃったんですけど、あ、はい、やっぱこの時期はちょっと路上ライブじゃないかなと思って、うん、まあいろいろそういうイベントとかに出させてもらう予定です、うん、あ、なるほどね。
多分歌ってる楽曲もちょっと大人っぽい詩の歌詞の歌も歌われると思うんだけど、はい、この感情移入っていうかね、そういうのってどう考えられてます？やっぱ歌詞を見るっていうか、うん、やっぱ感情移入するっていうのはやっぱ歌ってるだけじゃ多分ただ歌ってるだけになっちゃうと思うんで、しっかり詞を考えながら歌いなさいっていうのはもともと親からも昔からずっと言われてきたんで、まあ、そういうのを意識して歌ってはいます。もともとどんな、ね、歌が好き、誰の歌が好きとかありました？うん、昔はもう本当オフィシャルヒゲダンディズムっていう、はい、ヒゲダンって呼んでる、うんうんうん、あのバンドの曲をずっともう路上ライブ時代歌ってきてて、うんうん、で、まあ、小学6年生ぐらいの頃に変声期が始まってしまって、うん、まあ、あのヒゲダンの曲って本当高くて、うん、本当今の音域じゃ全然出ない曲がたくさんあるんで、うんうん、あの今はあの清水翔太さんの曲とかをちょっと低めの曲を今たくさん覚えて歌っています。そうなんだ。物覚えいいだろうね、きっとね。いっぱいねレパートリーありそうですが、ご自分で楽器弾いたりとかって、それで歌ったりとかってあるんですか？昔っていうか2、3年前なんですけど、うんうん、あのまあ、今ちょっとやめちゃったんですけど、うん、ギターを家庭教師で習ってて、はい、で、まあ、多少なんですけど、うん、まあ、ギター弾いて、うんうん、弾き語りできる曲とか、はい、いろいろあって、まあ、たまに、まあ、そのライブとかでやらせていただく時はあります、うんうん、そんな飛鳥くんはね、まあ、ね、こう事務所所属してるんでしょ、うん、はい、はい、その辺もちょっとお話ししてもらっていいかな。はい、はい、そうですね、東京の池袋にあるフェニゾンレコードという、フェニゾンレコードさん、キングレコードの子会社なんですけど、そこに所属させてもらって、これから CD とかいろいろ出させていただく予定です。はい、じゃあ通ってレッスンを受けてみたいな。そうですね、毎月その事務所に行ってレッスンを、毎月、はい、毎月何回とかって？毎月1回です。毎月1回、はい。その時は一人で来るんですか？そうです、最初は、うん、あのお母さんもついていってもらうんですけど、うんうん、あの時期時期はやっぱり一人で、そうだよね、行ったりします。刺激的でしょ。そうです、都内、うん、もう右も左も分かんないんで、もう最初はちょっと親に教えてもらいながらみたいな感じなんですけど、うんうんうん、どんどん、まあ、多分ずっといてれば行ってれば覚えると思うので、うん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 、順応性はねあるからね、大丈夫だよね、若い人ってね、うん、で、発声練習とかしてるんですよね。そうですね、ライブの前とかに、うん、リップロールっていう唇を動かして、はい、うんうん、歌いやすくする発声練習だったりとか。リップロールってどんな感じ？ブルーっていう、あ、そうです、それをライブの前に、ブルー、はい、難しいんですけど、それをブルーやって、ブルーちょっとここを上げると、そんな感じです。リプロール、あ、ごめんね。いや、これをそうですね、ライブ前にやると声が出やすくなって、あ、声の舞台とかもそうです。そうです、はい、いや、じゃあやっぱ関わります？全然ちょっと違う。そうですね、発声練習とかやっぱ発声練習することによってちょっと喉が温まるというか、そうだよね、だいぶ変わります。はい、肺活量とかもあるのか、やっぱりこうマラソンとか得意？持久走はちょっと学校でやるんですけど、うんうん、まあ、得意な方で、うんうんうん、まあ、体力はある自信は、あのバスケやってて、ちょっと部活で、はい、うんうん、なので体力には自信があるんですけど、うんうん、まあ、まだちょっと歌う人に関してはちょっとロングトーンが足りてなかったりとかする時があるので、まあ、ちょっと今腹筋とかやってる感じ、や背筋とかして鍛えてる感じ、うん、お母さんと一緒に？お母さんはやってないです。一緒にやればいいよね。そうですね、健康のためにもね。え、じゃあ映画スラムダンクは見た？見ました、もう2回見に行きました。あのね、今年のね映画のナンバーワンだって、興行、うん、多分日本確かな1位になってますよ、うん、はい、やっぱりねスラムダンクですよ。シュート決めてね。はいかけてみました。はい、ではでは、はい、皆さんちょっとね一声二声聞きたいと思いません？聞きたい。
聞きたい。いいですか、ちょっとなんか、はい、一フレーズちょっと歌って歌ってくれる。あ、ブーってやっていいね、もうね。あ、もうさっき やったね。ブーってやったで。あの歌う曲なんですけど、はい、あの島田にいる、はい、デンさんという、うんうんうん、あのこの番組にも一度出演された方なんですけど、 その人がもう本当小学生の頃からずっとそのデンさん主催のイベントとかに出させてもらってて、お世話になってるね。もう本当自分が勝手に呼んでるだけなんですけど、はい、もう師匠って呼んでて、デンさんが師匠なんね。そうです、もう歌い方とかずっと教えてきてくれてて、うんうん、でその方がデビューした時に出した曲なんですけど、うん、心を止めてっていう曲を、はい、心を止めて、島田のデンさんの曲です。はい、をちょっと、はい、どうぞ。はい、いいですか。はい、どうぞ。なぜなぜ出会ったの、なぜなぜ愛したの、なぜあなたしか見えない、涙よ私が壊れる前に、心を止めて、心を止めてっていう曲。おー、素晴らしい。すごいでしょ。何歳だと思われます？大人っぽいよね。でもこれから年齢重ねてもっとね厚みが出てくるんだろうね。ね、何歳でしょう。今だって中学、あ、そうそう、聞いちゃったから。14歳ですよ、言っちゃった。私14歳ですよ。小さい頃から。そうね、うん、ね。小さい時はどんな歌を歌ってたの？小さい頃はヒゲダンって言ったけど、他にもある？他にもあの人とようさんの花水木とか、女性の歌ね、ミーシャさんの曲とか、うん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 、ちょっと今はだいぶ、今はなんですけど、うんうん、昭和の、うん、歌謡曲ちょっと覚え始め、うん、安全地帯さんとか。でもオリジナル自分のね、もしあの CD 出すんだったら、うん、どんな感じの曲が好き、出したいって思ってます？そうですね、やっぱ今はちょっとヒエダンとかそっち系の、うん、あの曲の方が売れるっていうか、うん、ちょっと一般向け受けする感じ、ね、うん、なんですけど、自分はちょっと違くて、うん、まあ、ちょっと安全地帯さんみたいな、ああ、ああいうのを歌いたい。そんな感じの、屋敷隆人とかさ、知らないか、知らないか。あ、だんだん年齢重ねてね、ああいう路線に行ってもらいたいなと思って。いいじゃんね。そう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 、福山雅治さんの曲みたいな、 いいですね、あんな感じの曲を、ちょっとおしゃれな感じの曲をやりたいなってずっと思ってて、楽しみですよね。楽しみ、皆様楽しみにしててください。アスカくんです。アスカくん、はい、覚えて。あの飛鳥くん、あのもし大丈夫ならば どこですか、あの、うん、と八重洲とか島田とか、藤枝とか。自分は藤枝市の方に、あ、藤枝のいます。はい、はい、もう藤枝じゃ知らない人いないみたいな感じだよね。いや、そこまで有名か分かんないんですけど、あー、入ってくるね。裏山飛鳥くんです。三水の裏にね、山ね、飛ぶのね、飛鳥くんね。はい、ぜひ検索してみてください。いろいろ出てます。いろんなところにあのテレビもね、あの、はい、こういうバトルとかね、カラオケの大会とか、いろんなのもう本当に多いんじゃないですか。回数が増えたら何回ぐらい、今までそういうの出たのって。100回とか。100回は行ってるよね、多分。いろんなのね、いろんな、まあ、その路上ライブ含めいろんな大会とか、まあ、多分100回はね。でも一番最初にね、路上ライブが最初だと思うんだけど、うん、やったこと覚えてる？覚えてます？覚えてますね。やっぱどうでした？緊張、ウキウキ。いや、もうやる前は本当にウキウキしてて、うんうんうん、もうやってやるぞって感じだったんですけど、うん、いざやってみると緊張で、もうずっと棒立ちでこんな感じで歌ってて、うん、まあでもだんだん回数重ねていくにつれて、どんどんパフォーマンスとか、うんうん、まあトークとか、うん、いろいろ YouTube とか見て学んで、うんうん、今そうですね、だいぶ慣れてきて普通に喋れるようになってきたりとかしてます、うん、今じゃ楽しくて、そうです、ね、みんなに聞いてもらうことがこう喜びですよね、
これからもっともっと広がっていくじゃないですか。本当に今乗りに乗ってるって感じで幸せだよね。いや本当にそうだよ。いや全く全くなってないんですよ。男女共学だよね。あ、そうです。そうですよね。でもそういう活動してるっていうのはね、やっぱ羨ましいなって、こう自分でもこの年にしてやりたいことがあるっていうのは、あ、ね、なかなか見つけれないじゃない。そこに向かってさ、この何成果というか、それがついてきてるじゃないですね。まあ、素晴らしいですよね。でもそれより本当にね、お母様とかでこういう大会があるっていうのを見つけ出してくれたり、いろんなこうねつてをつね使ったりとか。ちょっとどうぞ。今ちょっとお母さんから宣伝をしろという、うん、はい、そうね、あれを置いてたんですけど、何の宣伝かな。どうぞ。TGC っていう東京ガールズコレクションっていう、あ、ありますあります、はい、っていうのがあるんですけど、うん、それが静岡で行われるやつがあるんですけど、それで今審査を、オーディションみたいのにがあって、で2人合格した人は TGC のステージで、あ、ツインメッセでやるんですけど、あ、はい、パフォーマンスできる、そうです、歌えるっていうので今応募してるんですけど、はい、結構、はい、いいとこまで残ってて、もしかしたら出れるかもしれない、みたいな感じで、もし合格すれば、はい、多分またどっかで東京ガールズコレクションですね、ツインメッセに、これね、ツインそのガールズコレクションだからモデルさんとか、あ、そうです、ね、実は地元のモデルちゃんが出てるんですよ。去年も出てて、それも出て、ひなちゃんっていうかね、ニコラの元の、今はもう大きくなったから違うあれが事務所入ってて、だからもしやれたら一緒になるかもしれないね。そうです、静岡でね、結構有名な、もう誰でも知ってるような人とかも来たりするので、ぜひよければ。そしたらツイメッセで2人歌って、あ、でどっちかがうわお、カラオケバトルに行く。あ、それはツインメッセで歌うのじゃないです。ツインメッセで2人歌うんだ。の最初審査で、受かってるね。2人静岡県から出して、で静岡代表、静岡のツインメッセで歌って、見てくれる人に投票してもらって、どっちか勝った方が東京のテレビ局のカラオケバトルに出て、なるほど、それで優勝したし、たった一人が東京のガールズコレクションに出る。ああ、優勝ね、していくと東京ガールズコレクションに行けるという、まずは静岡のガールズ、そこで審査ですよ。で会場の人が東京、ね、会場行かれる方は皆様ぜひあすか君をよろしくお願いします。そしてコメント入ってますね。のずみさん、はい、ありがとうございます。あすか君はじめまして。いつの時代も自分を表現することが大切だと思いますが、プロとはうまく歌うことは当たり前ですが、曲は歌うときはメロディーか詩のどちらかを重視し、あ、どちらを重視しますかと。アスカ君自身はオリジナル曲は何曲くらいありますかって。で MC は得意ですかって質問が来てます。はい、はい、メロディー、メロディーか詩のどちらを重視する。そうです、最初はやっぱ聞く、初めて聞いた時はやっぱメロディーから始めるんですけど、やっぱ次は詩を読み込んで感情にして、最初はやっぱメロディーから詩っていう順番で。あとは、MC は得意ですか。 MC に関してなんですけど、国語力が本当になさすぎて、たまに本当に日本語じゃない言語喋る時もあって、同じね、個性じゃないですか。違うか、本当に MC が本当に MC が苦手で、でも最近やっぱ路上ライブやっていくっていうのがあって、やっぱ自分でトークをしなきゃいけない。そうですよね。やっぱお母さんが初めの頃はずっとトークしてくれたりしてたんですけど、紹介とか、まあ最近はもう自分でトークやった方がいいなと思う。さすがに中学生なんで思って、ね、で最近 MC の勉強をして、だいぶ喋れるようにはなってきました。はい、ね、そして、自分でね曲とか作ったりします？まだ自分の曲は一つもなくて、じゃ自分で詞を書いたりとか、曲のメロディーでなんとなく鼻歌みたいな歌うとかって、そういうのもなかったです。そういうのしない。そういうのは詩は書いたことがあって、まあ自分のできるギターで、できる、そうですね、できる範囲のコードを使って、メロディー作ってみたりとかは、してた時はあったんですけど、本格的な曲はまだ
作って、これからねいろんな可能性があって、ね、歌だけじゃなくしてお芝居とかね、この漫才じゃないけどお笑いとかねいろいろね正直はあるけど、まあまあまずね CD で売り出して皆様応援よろしくお願いします。藤枝市出身浦山明日香くん、明日香というねローマ字で今は活躍してますが、いろんなところでねこれから見かけると思います。メディアであったりとかね、そしてまずは東京ガールズコレクション、はい、ね、東京行っちゃってください静岡から、はい行っちゃうぞ、おう行っちゃうぞ、おういやいやいや、かわいい、おうして、おう、おう、はい、おう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 、はい、あと最後なんか伝えたいこと皆様に、はい、将来は、小さい頃からずっと叶うぞって思ってきた武道館で歌うステージを絶対に成功させますので、はい、ぜひ応援してくれると嬉しいです。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。浦山明日香くんでした。イエーイ、はい、私もハッピーパラダイスです。はい、ワクワクドキドキしますね、はい、そうです、はい、ワクワクドキドキイエーイドキドキイエーイ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 いやいやいや。